ここはバンコクの西、ミャンマー国境に近いカンチャナブリーです。この遺跡は、カンチャナブリー、ガオといって、アユタヤが陥落した際にビルマ軍に破壊された町なんです。現在のカンチャナブリーは、ここから20キロほど南に行った場所に新しく作られた町です。タイの歴史は隣国との戦いの歴史でもありましたので、今回は、ビルマとの戦いゆかりの地を巡ってみます。タイとビルマの戦いが始まったのは16世紀頃で、モン族によるペグー王朝に代わって、ビルマ族によるタウングー王朝が勃興する頃の話です。ビルマとタイの間には険しい山岳地帯が横たわっているので、両国の軍は、中部タークを通るルートもしくは、スリーパゴダパスを越えて、カンチャナブリを通るルートを使いました。冒頭に登場したカンチャナブリは、タイにとっての最重要防衛拠点だったということです。タウングー王朝が初めてアユタヤに侵攻してきたのは1548年のことで、一連の戦いでアユタヤ王妃シースリオタイが命を懸けて王を救ったこともありました。そして1558年、タイ北部のランナー王国に侵攻。オートチェンマイは陥落し、ビルマの支配下に入ることになりました。現在も城壁と堀が町を囲むランナー王国の都、チェンマイです。1558年から1774年までの200年以上、ビルマの支配を受けてきました。名物のカオソーイやゲーンハンレーなどのカレー風の食べ物は、ビルマの食文化の影響を強く受けたものですね。美味しいので、僕も大好きです。チェンマイ陥落から6年後、ビルマは再び山を越えて攻め入ってきました。そう、今回は支配下に置いたチェンマイの軍も加わっての南進です。目指すはアユタヤ王朝北部の最重要拠点ピサヌローク。ここでスコータイ王家の血を引く領主が奮闘しますが、あえなく陥落。古くからタイ北部の重要拠点だったピサヌロークには、町を囲む堀と城壁の一部が残り、こんなかっこいい城門も復元されています。ただ、あまり知られていないので、観光客は見向きもしませんが。一方で、こちらが最近人気の観光地となっている王宮跡と博物館です。1990年代に王宮と重要寺院が発掘されて、現在は遺跡公園になっています。後ほど登場するタイの英雄が、この王宮で生まれることになります。そして運命の1569年、ビルマはチェンマイとピサヌロークの軍を従えてアユタヤを包囲します。度重なるビルマからの侵攻を受けて、アユタヤは29の砦を持つ城塞都市へと進化していました。このペット砦も、この戦いの少し前に整備されたものです。そして、これらの砦や城壁はビルマからの攻撃に耐え続けました。しかし、捕虜として捕らえたアユタヤ貴族をスパイとして城内に送り込み、城門を開けさせることに成功したビルマが、ついにアユタヤを陥落させました。アユタヤ島の北側に、ワットナープラメンという古いお寺が残っています。アユタヤはビルマの支配下に入り、次期王にはビルマが指定した王が着任。現国王はビルマに連行するといった、講和会議が行われた場所と伝わっています。ビルマから王に指名されたのが、サンペット一世こと、マハータマラーチャティラート王です。そう、ビルマと一緒にアユタヤへ攻め上がった、ピサヌロークの国主です。ここでようやく、タイの英雄ナレスワン王の登場です。覚えていますね、ピサヌロークで生まれた国主の息子です。ナレスワンは、8歳からの6年間をビルマで人質として過ごし、その頃に、武術や兵法を学んでいます。人質時代の徳川家康とダブります。王である父をサポートしながら何度もビルマと戦い、1584年にスコータイで儀式を行って独立を宣言しました。1590年に父から王位を継いだナレスワンは、いよいよビルマ王子との決戦へと向かいます。
1592年11月、ビルマ王子はアユタヤに向けて進軍を開始。対するナレスワンはスパンブリの北に陣を設けて待ち構えます。ここでビルマ王子との増一騎打ちに勝利します。ここはスパンブリー県ドンチェディ、タイ独立を決定づけた戦いの記念碑があります。白亜の仏塔の中はビルマとの戦いを解説した博物館になっており、その中心には古い仏塔の基壇が残されています。ビルマ軍の進撃の様子をタイ語で解説してくれています。画面には英語の説明もあるので僕らも大丈夫です。以前のアユタヤ王朝の支配地域を回復したナレスワンはビルマのホンサワディ、さらにはオートタウン宮へ進撃します。ナレスワンによるオート攻略は成功しませんでしたが、その後しばらくはアユタヤに平和と繁栄が訪れることになりました。アユタヤにあるワット・スワンダーラー・ラームにはこの時のナレスワンの活躍を描いた絵画が残されています。そして1765年、ビルマ統一を果たしたコンバウン朝がアユタヤに向けて進軍してきました。シンブリー県にバーンナチャンというタイ人であれば誰でも知っているような有名な場所があります。何度もテレビや映画になっているらしく、バーンナチャンというキーワードを聞くと頭の中で映画のテーマ曲が繰り返されるレベルらしい。ビルマ軍がアユタヤへ進軍する途上にあるこの村で、ビルマ軍と8回にわたって戦い続け、5ヶ月間足止めしたという英雄たちです。11人のリーダーを中心に反抗を続けますが、武器が不足する中でアユタヤに支援を求めましたが、彼らも手一杯で支援はなし。水牛にまたがって突撃したという話も残っています。英雄たちの記念碑と博物館の向かい側には、週末だけ開催されるマーケットがあります。砦が再現されていたり、銃や刀を持った映画のエキストラのようなメンバーがいたり、楽しいコンセプトのマーケットです。そして1日に何回か村人によるステージも開催されていて、観客で大にぎわいでした。博物館を訪れる人はほとんどいませんが、こうやってタイの歴史を伝えるのもいいですね。週末にシンブリーに行く機会があったらぜひ行ってみてください。車が必要になりますが。そして1767年4月、長い包囲の末、アユタヤはついに陥落し、徹底的に破壊されます。世界遺産アユタヤ歴史公園の一角に王宮跡が残っています。遺跡ツアーでは、寺院観光が中心になっているので、あまり訪れる人のいない静かな遺跡です。まあ、暑いですから。広大な王宮エリアを訪れると、アユタヤ王朝の栄枯盛衰を感じることができます。バンコクのムアンボラーンには、歴史的交渉に基づいたアユタヤ王宮が再現されています。内部もしっかり再現されていておすすめです。赤色のアユタヤ島の北側に、ビルマ軍関連の場所が残っています。北側に、ビルマ軍が本陣を構えた場所。そして島の対岸にはビルマ軍が王宮への攻撃拠点としたワットナープラメンです。アユタヤ島から車で10分ほど北上した場所にビルマ軍が本陣を構えたポンサムトーンがあります。今は小さな祠の周囲に草原が広がっているだけの静かな場所です。ビルマ
から再度独立するために立ち上がったターク神がビルマ軍と戦った場所として歴史に登場してきます。こちらはワットナープラメン、覚えていますか？前回陥落した際に講和会議を行ったお寺です。徹底的に破壊された寺院が多いアユタヤで、昔ながらの姿を伝えている数少ない寺院です。なぜならここをビルマが使わせてもらってたので。王の衣服や王冠をつけた珍しい仏像が残っていたり、1000年以上前のドバラバティ時代の仏像が祀られていたり、大木に飲み込まれた仏塔が残っていたりします。アユタヤから北へ60キロのシンブリー県の幹線道路沿いにビルマ軍が築いた砦の跡が残っています。国道沿いのこの建物は最近作られたものとして、高さ5メートルぐらいの土塁に加え、左側には水堀が残っています。今は国道で完全に分断されてしまっていますが、数百メートル四方の遺構が残っているようです。アユタヤの危機の知らせを聞いたターク神は、同じ中華系の人々の力を借りて東部チャンタブリーで挙兵し、カイロアユタヤへ急行します。なぜターク神がアユタヤから離れた台東部にいたのかは諸説ありでよく分かっていません。王を怒らせて左遷されたとか、東部チャンタブリーにターク神を祀った廟があります。ターク神がいつもかぶっている帽子のデザインです。この町はフルーツや宝石で有名ですが、英雄といえばターク神。公園、病院、橋なんかにその名を冠しています。ターク神公園の中心にあるこの像は稀に見る勇ましさですね。アユタヤ王朝が滅亡するとタイは混乱状態に陥り、いくつかの勢力が地方に林立します。その一つがターク神の勢力でした。主な4勢力はターク神がトンブリー王朝を起こした後に統一されていくことになります。船でチャオプラヤ川を遡ったターク神は、アユタヤの15キロほど北の地点で上陸したと伝わっています。その場所にあるワットバーンドゥアには、ターク神が使ったとされる船が祀られています。かなり小さな船です。本物なのかはちょっと。同じお寺にターク神が祀られています。今まで10カ所以上で見てきましたが、ここが一番立派だと思います。ターク神ファンのあなた、ぜひ行ってみてください。歩道にいるおじさんが歴史を話してくれます。ターク神はビルマ軍の本陣があったポンサントンでビルマ軍撃退に成功し、トンブリー王朝成立への道を歩みます。ただ実際にはビルマ軍の本隊はアユタヤ陥落後すぐに撤退し、わずかな守備隊が残っていただけのようです。バンコクから西へ90キロ、ベークロン川沿いにトンブリー王朝時代の防衛拠点がありました。ワットバーン君というお寺で、木に侵食されてしまったお堂で有名です。最近、こんな砦も再現されていて、歴史好きにはたまりません。西の防衛拠点であるカンチャナブリに戻ってきました。旧市街には、城門と城壁が残っていますが、この町は、現王朝になってから建設されたものです。現在でもカンチャナブリには大規模な基地が配備されていたりと、軍事上の重要拠点という事情は変わっていないようです。今回はタイとビルマの戦いの歴史とそれに関連する場所を取り上げてみましたが、いかがだったでしょうか。タイの歴史を勉強すればするほど、隣国の歴史なしには語れないことが分かってきました。国内情勢が落ち着いたらミャンマーに行ってみたいです。